ドロベタイコールトゥルヌセベリンは、ルーマニア、オルテニア地方、メヘリン地県の県と、かつてはトゥルヌセベリンと呼ばれていた。日本語では、ツルヌ、セベリン、ツルヌセベリンという表記も見られる。ドナウ川佐岸にあり、鉄門の下流に位置している。オルテニア西部。 トポルニツァ定地の端にあり、ティミショアラの南東 220km、クライオバの西 113km、ブカレストの西 353km の地点にある。地中海性気候に近い温暖な気候で、アーモンド、イチジク族、ライラック、ボダイジュ、クリ、モクレン、コーカサシサワグルミ、イチョウなどの木の自生地である。市は、ドゥダシュスケレー、グラバイ。 スケラ・クラドベイの三つの村を含んでいる。使命は最初古代ローマ人からドロベタへと呼ばれていた。これに後にトゥルヌ・セベリンという名が付け加えられた。これはローマ帝国が建てたドナウ北岸の塔にちなむ。この塔は深い堀によって囲まれた小さな丘の上に建てられていた。塔はセプティミウス・セウェルステがガリア人とマルコマンニ人に勝利したのを記念したものである。 トゥルヌセベリン近郊にはトライアヌス教の遺跡が残っている。これは帝国内で最大級のもので103年に建築家ダマスカスのアポロドーロスによって建造されたものである。ドナウ川はこの地点でおよそ1200メートルの川幅がある。橋は石の柱で支えられた20本のアーチで構成されていた。わずか2つの柱が干潮時に今も見ることができる。 トライアヌス教の廃墟族州ダキアから、ローマの行政管理が引き上げた後、市は、ドナウ北岸の拠点として、ローマ支配のもとで保護された。5世紀に、奮俗の来襲で、市は破壊され、ユスティニアヌス一世によって再建された。中世になって、死はその名を、トゥルヌセベリンとし、13世紀には、セベリンの番の政治的中心地となった。死は、セベリンに、 カトリック教会の司教座を設置したハンガリー王国に最初支配され、1330年頃にワラキアヌ・ボイボドが領有した。1524年、市はオスマン帝国に征服された。かつてのトルコ支配の下で、領土管理はオルテニア西部へ移され、チェルネツに集約された。1829年のアドリアノープル条約の結果、ドナウ川の高校が、 オスマン帝国の管理から自由になると、現在の都市と川港が建設された。工業施設が、市の再発展に拍車をかけた。1969年に、トゥルヌセベリンは県都になり、1972年、都市になるとともに、古代のドロベタの名を使命に加え、ドロベタイコールトゥルヌセベリンとなった。ドローベタアターンセベリン、ロー、ありがとうございます。